皆さんこんにちは、セーフズゴコロです。今日はなんでこんなゴルフウェアで話してるかと言いますと、関東ミッドアマの予選に行ってきてそのままでございます。なんか臨場感あっていいかなと思ってそのまま帰ってきました。はい、結果をご報告したいと思います。ですね、今日はですね行ったコースはですね、鎌ヶ谷カントリークラブ、はい、初めて行ったんですけれども、まあ、結果連覧も行けず予定が合わずで、前の日しか行けないってなって、前の日かみたいな、前の日はちょっと体力がってことで結局行かずで、ぶっつけ本番で臨みました。まあそういう感じでございます。はい、で結果はですね、私は中西コースでラウンドしたんですけれども、はい、出だしといいますか、中コースですね。中コースが46、叩きましたね。はい、で後半西コースが44、はい、叩きました。90で今回ラウンドを終えました。そうですね、正直どうにもならずだったあっという間の18ホールといった感じです。はい、まあ、一番の敗因はパターですね。本当にもうパターがことごとくダメでしたね。高麗グリーンをやってなかったっていうのはもちろんあると思うんですけど、今日 8.5 フィートの高麗グリーンだったんですね。で朝練習してた時に早いんだか遅いんだかよく分かんないってまずなって、で出だしパーオンして3パットスタートしたんですよ。もうそこからパターがもうずっと持ち直せず、強く打ったら通り過ぎる、優しく打ったら止まる、パターってどうやって打つんだっけみたいな感じのまま、結構これぐらいもくるんって外れちゃうんですよね。くるんってカップくるんみたいな、カップくるん多分4回ぐらいやったような気がします。はい、本日パター数が大変なことになってます。123456789101112131415161718、前半18パット、後半は12345678910111213141516171819パット、つまり37パット、自分の中では40パットぐらいしてるぐらいパターンに敗因がかなりありました。もうちょっとこうパター時間をしっかり朝取るべきだったなと反省しております。でショットはドライバーはすごく良くてですね、割と狭いコースだったんですけど、割とドライバーはフェアウェイと捉えていくことができたんですけど、アイアンがなんかこういつものこっち側な感じが、右側な感じがなくてですね、なんかずっとこう左側にこう見たくなっちゃう、行く先が不安で見たくなっちゃうような一日でしたね。なんかごまかしながらなんか捉えてる感じで、なんかうまく当たってない分結構手前のバンカーにズボッ、もうちょっと右から出てたら花道行ってたのに、それもなんか引っかかってバンカーに入っちゃうとか、結構ダメな方に打ってってた感じがしますね。はい、はい、まあですが、まあこれも結果ということで自分なりに受け止めて、また前に進んでいきたいなと思ってます。また今週末に太平洋クラブの女子の選手権の予選があるので、日曜日ですね、あるんで気持ちを切り替えて、またそこで頑張ってスコアを出したいなと思います。はい、今日は今日、でも今日良かったなと思ったのは、なんかこうミスっても次のボールのこと考えようっていう、なんかこう引きずらないようなゴルフができたかなと思ってます。パパ入んないなって思ってる間に終わっちゃったんですけど、もうちょっとなんかパター乗れたらよかったなと思います。あとバンカーですかね。バンカーがちょっと思ったよりもバウンスが弾かれてですね、結構辛かったですね。はい、ショットは良かったので、ちょっとアイアンの練習を6日間多めにやって、もっとこっち側でですね、右側で触れるようなコースでも、コースじゃない競技でもグッと、なんか今日ねふわふわしてたんですよね。ずーっとそわそわふわふわそわそわふわふわみたいな、なんかこう触れてない感じ、ずーっとなんかこう合わせにいってちょっとこわごわやってるようなゴルフだったので、ちょっと気持ちを切り替えて今週末に向けてもう一回頑張りたいなと思います。皆さんたくさんインスタグラムにもコメントいただき応援していただいたので、 YouTube で報告したいなと思い、今日報告動画上げさせていただこうと思います。はい、また年に1回の試合なので、ミッドは来年また出れる機会、チャンスがありましたら来年また頑張って練習して、この気持ちをぶつけたいなと思います。悔しい結果になりましたが、まあまあこれも自分なりに受け止めて、また次に頑張りたいと思います。はい、皆さんもぜひ競技ゴルフチャレンジしてみてください。結構こう緊張した状態で、で年に1回とかこう自分のベストパフォーマンスをその日に持っていくっていう、この何とも言えない気持ちのゴルフなんですけれどもね、はい、そういうのを経験してみるのもいいかなと思います。実はね、まだねこの動画を撮ってる時はね、結果はね分かってないんですが、多分厳しいなと、だいぶ厳しいなと思います。後でねネットで結果も見たいなと思います。皆さんぜひミッドアマなどカントアマなどたくさんありますが、競技たくさんあるんで競技ゴルフもチャレンジしてみてくださいという感じですかね。はい、で今日実は兄もね初めての競技ゴルフオークリーカップに挑戦していてですね、どうなったのかなと気になりますが、まだ報告が来てませんので、その報告も後で上がるんではないかと思います。以上になります。皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしてください。バイバーイ。今日のコメント欄は何しようかな。競技ゴルフって皆さんにとってどういうイメージですかっていうのを募集したいと思います。バイバーイ。YouTube のこれ小さYouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。